きから騒がしくて寝られへんやないか。あの、おじさんすんまへん。助け、ちょっとこっちへ来てみ。は、さあ、わての部屋へ上がり。いいえ、こんな時間に滅相もございまへん。ええから早上がり。は、ほな、失礼します。サスケ、お前が前々からこっそり三味弾いてんのは分かってたんや。なんで夜中にこっそり稽古しとったんや。あの、すんまへん、こいさんのお稽古見してもろてるうちに、わてもこいさんみたいな音色を奏でてみたい、そんな思うようになったんです。そうか、ほんならお前の三味ちょっと聞かせてみ。いいえ、めっそうもございまへん、堪忍しておくれやす。とてもこいさんにお聞かせできるようなもんでは。何よ、お前そこそこ弾いとったやないか。それとも何か、いつの間にかわての腕こそを持って稽古しとったんかいな。いいえ、そんなことあらしまへん。俺やったらええやないか、聞いたら言うてんねん、聞いてみ。は、ほな、お頼申します。そんなこと教えたんか。あかんあかん、しっかりいけるようになるまで何べんでもよろしかったかでやりや。はわて、こいさんのこと、ああ、おっしょはんのことを
心から尊敬しお慕い申しております。どんな過酷な稽古でも耐えてみせますよって精進します。なあサスケ。はわてのこの目はもう一生開くことはないけどな、何不自由なく生活している目やきよりよっぽど世の中のもん見えてる、余計なもん見えてるもんの方がよっぽど腹の黒いもん多いわ。せやけどなサスケ、お前は純粋な心を持ってる。いいえ、めっそうもございません。いいや、わてにはわかる。他の奉公人はみんな心の中ではわてのこの姿や物の言い方見て笑ってる。そやけどお前だけは素直な心で接してくれる。ええか、サスケ、よう聞いとくんやで。へっ。今日からお前にはわての言うことを何でも聞いてもらう。決して逆らうことは許さへん。主従の礼儀、師弟の差別は厳格や。それがわてとお前の関係やいうことよう分かってるな。はっ、もちろんございます。心のどこかでこうなることを待ち望んでおりました。そうか、お前にはありがたい話やな。しっかり勤めなお仕置きやで。はっ、お仕置きでも何でも耐えてみせます。出来の悪い時にはこのサスケを叩いて叩いて叩きのめしてください。そのくらいの覚悟でおりますさかい。よし、ほんなら続けようか。はっ。あ、ほいさん。サスケ、何すんのや。吉田さんの髪が乱れております。おいしそう。